ローズ様。時間ね。皆様、今回は東雲メイガーの提案により学園長である私がデュエルの審判です。よろしく。泉の義理のお母様よ。執事の希望を連れ戻しに来たんですって。よほどお嫌いなのね、泉様のことが。義理の母親だしね。篠宮さんは？それがまだ。何やってんだあいつ。もしかしたらわざと負ける気で。メイ様、このデュエルをお受けください。覚悟をお決めください。まさかデュエルの日にお嬢様から離れるとはね。やるべきことがあるからな。何をやっても無駄だ。もう君が彼女に仕えることはできない。本日からお仕えいたします、名誉嬢様の執事でございます。そう、私はメガネがいいの。メガネを外した方がお綺麗です。申し訳ありません、私がそばにいなかったせいで。本気で心配してるみたいな顔しないで。あいつらの鼻っ柱へし折ってやる。期待しています。では決戦の舞台、そこでフランベを。はい。メイ様のおっしゃる通りでした。粉を使った料理が得意だと言われるだけあります。メイ様が戦うための剣、メイ様を守るための盾となりましょう。では私はこれからもメイ様にお仕えしていきます。私は別にあんたにいてほしいから言ってるわけじゃないんだからね。怪我はしないでよ。私を信じてください。信じてくだされば私は必ずその信頼に応えます。悪いけど私行かないから。行ってください。デュエルなんかしない。してください。勝ってください。私には理由があります。え？メイ様にお仕えしたいという理由が。そっか。俺はこれからもメイ様に仕え続ける。メイ様がそれを望んでくださるなら。無理だ。彼女がどれだけ望んだとしても。ローズ様、これ以上は。学園長、これ以上東雲名誉を待つ必要はありません。今すぐ龍恩寺泉の不戦勝を宣言してください。宣言してください。ちょっと待ってくれ。名誉は絶対。下がりなさい。もう手は打ってある。全ては
ルチア様のために。ルチア様のために。はあ、仕方ないわね。東雲メイが現れないため、このデュエルは龍恩寺泉の不戦勝と。メイ様なら大丈夫だ。メイ様なら。待ってください。押せよバカ。今更来たって無駄よ。あなたはもう負けよ。ものすごく遅刻だけど、どうする？私戦います。ここにいたいですから。会いたくて会いたくて、星の数の夜を越えて、いつまでもいつまでも君はきっと僕の光。 Hey, hey. Hey, 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 hey. 君のそばにいる風の朝も凍りそうな月夜もずっと見つめて明日を駆け抜けたいんだ。曖昧な言葉なんて心を曇らすだけ。まっすぐに泣いて笑ってよ、守り続けるから。会いたくて会いたくて、星の数の夜を越えて、いつまでもいつまでも君はきっと僕の光。会いたくて会いたくて、見つけたんだ僕の太陽。眩しすぎる君の横顔。ではデュエル開始。おめえがいない間にこいつがどんな目にあったと思ってんだ。孤独に傷ついたあなたを私が癒すこともできるかと。出てきたわね、とうとう。汚い手で。この番組は P&G ドコモ資生堂あなたを排除しようとしている人間の大和ハウス小林製薬の提供でお送りしました。